4月7日は僕の誕生日。今年でめでたく43になる。またもや割り切れない男になるのか。41歳も割り切れないめんどくさいやつだった。42はいっぱい割り切れたのにな。2でも3でも6、7、14、21。ちなみに前日はカルボナーラの日か。ここでカルボナーラを作らないのはなんだか義理を欠く気がする。ちょうど昼を迷ってたところだから渡りに船だ。誕生日イブを極上のカルボナーラで祝うとするか。人は戦う生き物である。何かというとすぐに対立して争いを始める。卵一つ取ってもそうだ。やれ目玉焼きには醤油だソースだ塩コショウだと自分の主張をぶつけ合う。半熟主義の人々も柔らかさに激論を交わす。かくいう僕は目玉焼きなら半熟一択。箸で刺したら黄身が流れ出るくらいというのが譲れない人生哲学。ああ、めんどくさいやつですよ。だって割り切れない男だもん。そんなうるさ型が目くじらを立てて論じるのがカルボナーラはかくあるべしといういわゆるカルボナーラ論争。その争いは時代も国境も超えて今も世界中にいくつもの火種をくすぶらせている。よし、今日はこの僕が世の中の論争に終止符を打ってみせようじゃないか。本日のメニュー、カルボナーラ。僕は僕の道を行く。あなたはあなたの道を行け。前編をご覧になりたい方は BS11 プラスで。